カ先生、生理痛とニキビが関係しているって聞いたんですけど、本当ですか？本当ですよ、うん、プロスタグランジンっていう物質、生理活性物質っていうものが関係してます、うん、説明すると、まあ、簡単に説明すると、あの組織、まあ、ここでいう子宮と皮膚だよね。この組織が損傷を受けると、あのリン脂質っていう細胞と細胞をつなげる伝達物質があるんだけど、この細胞が変異を起こして、でプロスタグランジンという、ものに生成されるんだよね。でそのプロスタグランジンが子宮に影響を及ぼすと、子宮収縮を始めてしまいます、うん、でこの子宮収縮って結構間違いがちなのが、皆さん生理痛って今月出血が多かったからとか、出血してるから生理の痛みがあるって思われてる方結構多いんだけど、そうじゃなくって、このプラスタグランジンが作用して子宮が収縮してるから腹痛が起こってるんです、うん、で、あのちょっとここにはないんだけど、マヨネーズの、ね、容器をぐしゅっとしたらぐしゃっとなるでしょ。それが子宮収縮なんですよ。それが痛みの原因です、はい、でそのプラスタグランジンっていうのが皮膚に影響を及ぼしてしまうと炎症につながるんです。私がいつも言っている炎症です。ニキビもシミも、くすみも毛穴もお肌トラブルは全て炎症から起こりますよって言ってるのがそこで、プロスタグランジンっていうのが炎症を起こして、ニキビとかね、お肌トラブルにつながってるんだけど、例えばそれが何か、その炎症っていうのが原因が何かっていうのをまず突き止めないといけないです。例えばお肌で言うと、合っていないスキンケアが炎症を起こしてるのか、紫外線を浴びてしまったから炎症を起こしてるのか、子宮だったら冷えなのか、運動不足なのか、それとも栄養不足なのかっていう原因っていうのを突き止めないといけないんだけど、原因っていうのはやはり、自分ではわからないです。多分私これだと思うんですよねって言われる方もいるんですけど、それが間違ってることの方が多いです。はい、なので必ずプロに私の、炎症の原因っていうのは何ですかっていうのをまず聞いてみるのがいいと思います。で、同業者の方、美容業界にいる方、看護師さんっていうのはまずそのプロスタグランジン、その人がお客様がね、目の前にいるお客様が、プロスタグランジンを生成している、原因っていうのを必ず突き止めてあげてください。生理痛が起きてる、あ、じゃあピル飲みましょうか、じゃあお薬飲みましょうか、大丈夫ですかとかじゃなくって、その方がプロスタグランジンを生成している原因となるものっていうのを必ず一緒に見出してあげてください。この知識とか技術があってこそのお肌改善ですので、必ずね、正しい知識と正しいアセスメント力、カウンセリング力っていうのを、知識と一緒につけていってください。ありがとうございます。はい。